おはようございます。はい。おいおい、どうしたんだそこのコミショーペア。今までに増してさらに会話が弾んでないぞ。いつも通りってござる。そうだな、花子はいつも通りだな。ま、あれか、この俺が察するにだ。この町に疎い者同士、ミスケンの課題を相談し合っているうちに意見が合わなくなってギクシャクしちまったとか、そんなことだろ。いや、俺ってこういうのすぐ分かっちゃうのよ。人間観察力ってやつ。まあ人の器が違うっていうか、神みたいな。ま、花子も多めに見てやってくれよ。こいつクールだけど結構いいやつだからす。はい。あ、今日はみゆちゃん休みだって。あ、珍しいですね。昨日の雨で風邪でもひいたんですかね。あいつ体弱そうだからな。さてと、俺は今日も元気にニカレイの撮影現場情報でもかき集めるかな。ケンスケ、あんたミスケンの課題やりにここに来てんじゃないの。俺、二つのこと同時にできちゃうのよ。見果て校の聖徳太子って言われてるからね。大してすごくない割に歴史の重鎮の名を出しましたわね。ほら、ケンスケ君のことは放っておいてさっさと始めちゃおう。ケンスケ君はアイドルの追っかけ頑張ってね。おや、分かってるね、ユキノッチ。ニカレイが見果て町に来るチャンスなんて今後二度とないからね。な、花子。
ごきげんよう。